中央幹事会を開催いたします。はじめに山口代表から挨拶があります。はい、皆さんおはようございます。昨日野田総理と民主党小沢元代表、そして越井市幹事長の会談が行われました。それを受けて野田総理の発言を伺っておりますと、政治生命をかけて今国会に社会保障と税の一体改革関連法を成立させると、こういった決意を改めて示し、さらに加えて採決をして今国会成立を図る、まあ、ここまで明言をされました。総理の固い意志だと、こう国民は受け止めると思います。6月21日まで会期が迫る中で、この採決をして成立に持っていくためには、今の特別委員会の議論がスムーズに、しかも充実して進んでいく必要があると思います。これまでのところ日程的には精力的にこなしてきたという感があります。残る日程が確定していないところも早急に与野党で日程を確定した上で採決に熟す議論を煮詰めるべきだと、こう考えております。一方で我が党から質疑の中、あるいはこれまでいろいろと考え方を主張してきましたけれども、これまでの委員会の議論の中では、政府側から我々の質問に対する明確な対応、答えというものは出てきていないように思われます。そうした中でどういう採決の状況を迎えるのか、我々としてはこの国民の重大な関心の課題について5つの前提条件等を置いてまいりましたけれども、これらの論点についてもしっかりと中身を議論の中で論議を深め、その上で最終的な採決の判断を仰いでいきたい、このように思います。与党の中にはこういった審議の進行を遅らせよう、あるいは結論を先送りしようと、そういう動きすら見え隠れする中でありますけれども、総理が与党を代表して政権として決めたこれらの対応について、いたずらな進行を妨げるような与党の中での動きというのは極めていぶかしいものと言わざるを得ません。我々としては堂々と議論を尽くしてこの課題に決着をつけていくということが本筋だということを改めて申し上げたいと思います。以上です。